ティップオフとなります。さあここをまずは最初のジャンプボールから激しい争い、ボールを奪って最初の得点決めたのが注目の安藤誠也。エバンスから今村、また打ってきた連続スリーポイント。ベスト5にも5年連続選出されている日本代表するトップ選手、ここでこのシュートを決めました。いますよね、はい、アシストランキングでも現在2位につけています。これは技ありのシュート、もう一本のフリースローも大事にしていきたいですね。そうですね。さあ波里がプレッシャーをかけてボールを奪う、右には小寺がいる、波里がこのボールは波里、エヴァンス1対1、ただマルコの争い、体を当ててエンドワン。さあここ身長差があります、岸本がつく、手を上げていきますがこのシュートが決まりました。ニック・ケインは2メートル6センチあります。さあ琉球よく選手が動いています。フィリピンのこの技術、このスピード、そしてシュートの成功率見せてくれます。今のプレー、最後のプレー見ていきましょう。このプレーの後に島根がタイムアウトを取っています。さあここ15番の白浜選手は非常にディフェンス力定評のある選手です。ここで乗ってきたか、岸本隆一。さあ同じ背番号3、ファンタジスタと安藤の争い、そこスリーポイント決めた。体を当てていく、3人に囲まれている安藤の外、決まった、スリーポイント来ましたね。ここコーフィリピンとの涙とダブルチームで囲んでいく、このシュート来てますね。難しいシュートですが決めました。リフォード一度ジャブでフェイクを入れてゴール下通して、高さがあるニカ、そしてスクリーンに行ったのが小寺、まだディフェンスは振り切れていないか、フローターシュート、このシュートを決めるのがですよね。いやただ得点を決めるだけではありません、相手の今中心選手であるウィリアム小寺、ボールを奪った、こうチャンスですよ。ここ右にフェイクを入れて飛び込んでいった、ゾーンが広がるとリバウンド難しくなるんですよね。エヴァンスが空いている、エヴァンスのシュート、これが決まった。いいですね、エヴァンス選手作り上げてきた上昇琉球ゴールデンキングス。さあ今ブザーが鳴らされました、琉球ゴールデンキングス西地区優勝が決まりました。